今ネイティブすぎて皆さん聞き取りづらかったと思うんですけど、はい、映画「宿尾村」がポルトガルで行われるポルト国際映画祭のコンペティション部門で出品されることが決定しました。さあやりました。でそれで英大が The Oxhead Village になりました。今ネイティブすぎて皆さん聞き取りづらかったと思うんですけど、はい、オックスヘッドビレッジです、ね、オックスヘッドビレッジをネイティブに言うとネイティブでしたね。もう一度言いましょうか。オックスヘッドビレッジリピートアフターミーって言わなくていいですね声出せない状況なのでね、はい、オックスヘッドビレッジに決定。海外の方々にもご覧いただけるということなんですね、うん、いやとても嬉しいですね、うん、そのじわじわ迫ってくるジャパニーズホラーをぜひ体感してほしいなって思います、ね、はい、いや嬉しいですね。こうしてジャパニーズホラーの清水監督が演出された作品がこう海外に届いて海外の方たちが楽しんでくれたら素直に嬉しく思いますね。日本だと高橋文哉君のファンとかこういっぱいいらっしゃるし、幸喜さんをモデルとして知ってたりいろいろこうイメージがもうついて見てる方いると思うんですけど、一歩外に出ると誰も日本で有名な俳優知らなかったりするので、それが逆に僕は嬉しいというか、そこで客観的に見ていただけるのが、その意見を聞きたいし、その反応っていうのが、僕もいろいろ映画祭とかいろいろ外に行くんですけど全然違うんですよ。またで日本人みたいに行儀よくないのでわーキャー言いながら喜んでくれるし、この俳優は誰だとかっていうのもお芝居とか存在感でちゃんと先入観なく見ていただけるので、その反応が知りたいところですよね。